皆さんごきげんよう。上川かおるです。今回取り上げる話題は困った時に誰が助けてくれるかというのは非常に重要なことです。調子がいい時だけ近寄ってくる国よりも何か問題があった時こそ親身になって助けてくれる相手かどうかというのは長く付き合う上で非常に重要なポイントだからです。2024年の始まりは能登半島で大きな地震が起こったことにより 出だしから大きな問題を日本は抱えました。日本で天変地異などが起こって大きな被害が出た時に日本に心を寄せてくれる人たちがいます。それが台湾です。今回の動画では日本で発生した能登半島沖地震の支援のための寄付金が非常に多く集まっている台湾、そして台湾と日本との間の人の交流も活発であることなどについて少し解説していこうと思います。そして最後に日本の観光業についての近況についても触れておきます。 それではまずは台湾で寄付金がどれだけ集まっているか記事を見ていきましょう。能登半島地震台湾が開設の寄付金口座総額21億円超に保健省は18日、能登半島地震の被災地支援を目的に開設した口座に集まった寄付金の金額が17日までに日本円で約21億1400万円余りに達したと発表した寄付金は外務省を通じ被災地の救援活動や復興支援などに使われる。 寄付件数は計12万653件。受付は指定の銀行やコンビニなどで5日に始まり、19日に締め切られる。台湾ではこれとは別に、外交部が政府を代表し6000万円の寄付を発表しており、目録が日本の対台湾窓口機関、日本台湾交流協会、台北事務所に贈呈された。 台湾の人口は約2300万人、そして平均年収は約300万円です。日本の災害が海外に伝えられて、その後多くの人々が寄付をしてくれるかどうかというのは、それぞれの国の事情によって異なります。台湾の場合だと、近い国だからというのもあるのですが、これだけ多くの人々が寄付をし、その金額もまとまった額になっているのは、それだけ多くの人々が日本を気遣っているからでしょう。台湾の人々に感謝です。 そして、台湾の人々が日本好きが多いというのは、こうしたことにも現れています。海外に行く台湾人の3人に1人が日本へ。 観光赤字が深刻。台湾交通部観光署が発表した統計で、海外に出かけた台湾人の3分の1が日本を訪れていることが分かった。同署によると、2023年1から11月に台湾を訪問した人は567万2000人だった。香港、マカオからが最多で105万人、ついで日本が80万5000人、韓国64万人となった。一方、同期間に海外に渡航した 台湾人は1074万人だった。渡航先では日本が最多の383万人で全体の約35%を占めた。3人に1人が日本を訪問したことになる。以下、中国本土が159万人、韓国が87万人、ベトナムが76万人などとなっている。観光学部の准教授は日本人の海外旅行は 韓国だけが特に回復している。韓国は日本に最も近く、コストを気にすることも少ないからだ。台湾やその他の市場では、日本人観光客は5割程度しか回復していないとし、台湾の中部や南部の観光地は外国人には交通が不便であり、この点を改善すれば、より多くの外国人観光客を呼び込むことができるとの考えを示した。台湾から日本へ来る観光客は383万人。一方で、 日本から台湾へ行く観光客は80万人程度とその差は300万人もあります人口といえば日本の方がはるかに多いのにもかかわらず人口の少ない国台湾から来る方が多いという状況なわけですこのような状況を少しでも改善しようとして台湾は日本人観光客を増やすための政策を検討しています観光所日本人のパスポート取得費用補助検討台湾系航空会社利用で最大1万円 観光所はさらに多くの包帯日本人旅行者を呼び込もうと新たにパスポートを取得し台湾系航空会社を利用して包帯旅行をする日本人に対し航空券代を値引く形で取得費用を実質最大1万円補助することを検討していると明らかにした修学旅行や初めて台湾を訪れる旅行客内容に対する関連の優遇措置も検討しているとしている同署の所長は 新たなパスポート取得者を対象とし、チャイナエアラインやエヴァー航空、スターラックス航空の利用で航空券代を5000円。格安航空会社のタイガーエア台湾の利用で1万円でビックと説明した。同省国際組の、 組長は、世界的に見て、日本人のパスポート保有率は低いと指摘、パスポート取得補助は、日本市場だけに対して行う措置だとし、早ければ今年第二四半期にも実施したいとかだった。日本で何か天変地異が起こった時に、必ずように大きな支援の輪が広がる、そのような光景は、何度となくこれまでも見ました。東日本大震災の頃に非常に目立ったわけですが、今回の災害対応に対しても、やはり台湾の磁場での、 支援の呼びかけが広がっている光景は明らかに他の国よりも 大きく、そしてて目立っています。そのような動きが広がる背景としてはやはり近隣国の中では反日教育などを行わずフラットな状態で付き合えているというのが要因としては大きいでしょうそして実際に多くの台湾人が日本に旅行にやってきてそれらの人々が繰り返し繰り返しリピート訪問してくれるといったことも日本の観光業の大きなお客さんとなっています一方で日本の方なのですが残念ながら近いからといった理由でかなり韓国を優遇する 政策を取る地方自治体などは多いです。まあ、確かに近いからこそ航空代が安く格安航空なども収益しやすいのはわかるのですが学校の修学旅行で海外旅行を選ぶ場合において韓国の学校に行って日本は昔こんなひどいことをやったんですよなどといった話を話し合いそして日本側の方が ああ、そんなことは知りませんでした。ごめんなさいみたいな、ちょっとおかしなことをさせる学校などの話もちょくちょく聞きます。そのようなことを考えると、日本以外の国で見聞を広めようという目的ならば、友好的な国である台湾に対して、修学旅行先を変えてほしいなと私は思います。最後に日本の観光業の近況、非常に好調だというニュースが流れています。そちらの記事も見ておきましょう。 訪日客消費が初の5兆円超。2023年人数はコロナ前8割に。 訪日客の消費が新型コロナ禍前を超えた17日公表の2023年訪日客の旅行消費額は計5兆2923億円で過去最高だった同年の訪日客数は2506万人でコロナ禍前の2019年の8割に回復した消費の目的別では宿泊費が最も多く買い物よりも体験を重視する傾向が強まっている消費額は 政府が目標として掲げていた通年5兆円を初めて突破した。目的別では最も多かった宿泊費で1兆8289億円で買い物代が次いで1兆3954億円だった。買い物よりも宿泊や飲食、アクティビティなど 体験重視の消費に関心が高まっている。日本独自の伝統文化や伝統料理が訪日したい理由の上位に並ぶ。加えて治安の良さも訪日客を引き付けている。旅行消費額左の図で、それぞれの都市がどのくらいだったかを示しています。 コロナ禍ではほぼ全滅状態だったわけですが、2016年から見た場合においては、じわ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 と旅行消費額は伸びています。訪日客は回復傾向。JTB は2024年の訪日外国人客数が3310万人と過去最高になると予測する。政府は長期目標として、2030年の旅行消費額を15兆円に設定する。 日本政府はこれまで観光客数という人数についてばかり見ていきましたがここ最近になってようやくどれだけのお金が日本に落ちるかの方に目標を変更していますこれは良い傾向ですそして訪日客数についての変化なのですがコロナ禍が終わった後中国からの団体客数はまだ戻っていませんからそれ以外の国々で観光客が戻っています かつては1位が中国だったのですが現在では訪日観光客数1位は韓国となっていますそして台湾も非常に多くなっていますさて最後に記事の補足をしておきましょう自動車の輸出金額は約15兆円これに対して今回の記事にあるような訪日観光客の消費額が約5兆円ですまあ純粋に比べることはできない話ではあるのですがしかし海外からお金がやってくるよという流れという面においては 物の輸出と、大日観光客が日本にやってきて消費するというのは、まあ、ある意味、外からお金を持ってくるよという意味においては、同一視することもできます。そういった意味では、観光業はすでに自動車産業の3分の1まで来ているとも言えます。日本は内需の国なんだから、GDP 全体で言えば、大日観光客の5兆円という消費額は小さい小さいこんなものは、 返したものじゃなな、いんだから気にするな全く無視しても構わないみたいなことをやけに言う人がいるのですがしかし現実問題としてこれだけの額を稼ぎ出しているのもまた現実でここから導き出される雇用や消費喚起といったものは日本国内でのお金となるので観光業を侮辱的に扱うというのは ちょっと私から見れば間違った見方だと思います。観光客が増えることによって観光公害が発生するそのことについてはこれまでも何度か触れてきました。富士山や京都など一部の人気スポットにやたらめったら集中するために地元の人々の生活を脅かすような形で観光客が集中してしまう問題があるわけです。ただ、 そうした問題をクリアする方策については日本にやってくる人たちに対して観光税をもっと高めに取って問題解決に取り組めば観光公害を克服した上で日本人にとっても 住みやすい街を取り戻すことができると私は思います。そして、紹介した記事の最後でも言いましたが、観光業というのは確かに GDP 全体で見た場合においては決して大きな額ではありませんが、じゃあだからといって、日本の強みのある産業を馬鹿にしているわけではありません。日本はものづくりの国だし、輸出産業さえしっかりとしておけば良いと考える人もいるでしょう。しかし、 グローバル経済の発展に伴って現地生産がより多くの国々で優遇される時代となっています。どこかの国でものすごい大量生産して輸出するモデルというのはよっぽどの競争力がなければ受け入れられづらくなっている世の中なのです。まあ、特に日本の場合だと賃金の上昇や円高の振興などに伴って日本国内で作るよりも海外の労働賃金が安く 税制も優遇され、現地政府からも喜ばれるといったような形なので、もっともっと工場を日本から外へと持ってきてくださいと要請されるような形で、 海外へ進出する企業もたた。くさんありました例えば自動車産業について言っても日本から大量に輸出するモデルというのは日米の貿易摩擦問題を生み出して現在では北米地域にかなりの日本企業が工場を建てましたそして現在の日本では少子高齢化の進行に伴って物を大量に作る国としてはあまり適さないような国になってしまいましたどちらかというと高い付加価値を持った製品などを 少ない人数で作って売るといったモデルの方が現在の日本では適しています。そして強い産業があるということは労働者にとっても良いことです。なぜならばものづ作りの方が好きだなという人にとっては確かに製造業が強くなれば働き口がたくさんあって良いわけですが対面の営業などがいいなお客さんと直接接点のある仕事がいいなといった人々もそれぞれの個性として存在します。そして 内需だけの問題ではなく、外需を取り込む産業の場合、何が良いかといえば、それは賃金の上昇といったものを、比較的行いやすくなります。特にお客さんがたくさん来るよというところでは、値段を少々高くしても、それでもお客さんが作ることから、労働者が足りないというのであれば、より多くの時給や給料そのものを、 高みに設定することによって労働者を確保しつつ会社として発展させることも可能になります。人口減少時代を迎えて日本国内だけの内需だけで回し続けるというのはやはりどうしても限界があります。人数が少なくなればありとあらゆる産業でお客さんが少なくなるわけで売り上げもどうしても頭打ちになっていきますし産業そのものも縮小せざるを得ません。そうした中で海外から人がたくさんやってくるという状態を維持発展させていけば ここうした日本人自身が減っていく問題を、あるる程度カバーすることもでできるわけです。というわけで動画の前半部分で台湾と日本との関係を解説しつつ日本の観光産業についても取り上げました台湾から日本へやってくる人々も多いですしそして日本で起こった地震に対しての危険も非常に多く集まっています日本から台湾へと旅行へ行く そんな選択肢ももっと増えてくれればいいのになと私は思いましたそれでは動画最後までご視聴いただきありがとうございましたチャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していてくださいそして動画を見終わったら評価ボタンでクリックとあなたの感想コメントよろしくお願いしますそれでは次の動画でまたお目にかかりましょうまたね